そういうことを考えるのが経路学なんですね。なので、ちょっと分かりにくいかもしれないんですが、例を挙げながら説明しますので、それからビヘビオロロジーっていうのは、これはあ、振る舞い学っていうのは、まさしく振る舞いを学問しようっていうことですね。それで建築、これ両方とも建築の経路学と建築の振る舞い学なんですけど、建築のデザインをするときに振る舞いっていうのをよく考えるというところから、こういうことを言い始めました。で、振る舞い学、それで最初にね、お見せしたいのはこの写真です。これ今、東京都現代美術館で展示している作品で、千年に間なく戻って住むのを忘れないっていうドローイングです。うちの研究室で最初この小さいのを描いて、まあこれでも A0、なんですけど、それを今度8倍に拡大する大きい絵を、会場の研と一緒に描きました。これが全部鉛筆で描かれています。でこれ元の絵はどんなかっていうとこんな絵ですね。これは震災終わって1ヶ月ぐらいの震災後1ヶ月ぐらい4月から5月にかけてですね、ちょっとやっぱり何をしていいのかよく分からないです。研究室でやはり研究室のメンバーがいっぱいいるので、みんなで悶々としてたわけですけども、まあなんかやっぱり書こうっていうことになってですね、とりあえず、書いたものです。まあその前にペチャクチャナイトってところで、復興のためのチャリティーをやろうということで、私もプレゼンしました。その時にこのアイデアだけを話したんですね。でそのアイデアが何かというと、その地震、その津波の規模は1000年に一度と言われてましたから、これは100年、まあせいぜい100年ぐらいしか歴史のない近代建築じゃ手も足も出まいというふうに思って、復興するなら1000年ぐらい持っている建物をに学んだ方がいいんじゃないかっていうことを考えています。でまあ、そうするとですね、まあ、割とまあ世界遺産系の建物になってくるんですけど、昔の建物で残ってるのってやっぱり防御的なんですね。お城とか、そういうものが多いです。それで、まず考えたのは姫路城なんかは15メートル石垣がありますから、もうその石垣の中に今までその港のところにこうずらっと平面的に並んでた、市場とか、それから作業場とか倉庫とか駐車場とかそういうのみんな入れてしまって、でその上から、住居が始まって、あ、違いますね、この広場に面したところは、まあ、公共施設、例えば市役所とか、それから学校とかそういうのでいい。でその上に人が住んでると、でそれを各町内で作るというふうにして、まあ、町長が時々変わると一番上に住めるっていう形にすると、町長やる気になるんじゃないかとか、なんかそういう話もある。でそれがこう島状にこうなるわけですけど、やっぱりつないであげないと悪いなと思って、ポンテベッキオっていうのがフィレンツェにあるんですけど、それがリビングブリッジといいまして、橋なんだけどそこにお店がくっついてるんですね。でそこで買い物とかできる、非常に楽しいわけですけど、でそのポンテベッキオ型の商店街でそれらを連結する、というかここにちょっと見えてる、ここリアルドバシですね、別 の, リビングブリッジ、これはベニスにある。でここにあるのが、ドブロブニクといいまして、クロアチアの方にある建物です、町ですけど、まあ、ベニスの人たちが作った、まあ、海に突き出した要塞都市ですが、日本みたいに湾の方に作るんじゃなくて岬の先端に作るという違いがあります。そして、まあ、紙壁みたいなものをぐるっと回して、でその内側にすり鉢状にこう包んでるっていう、そういう町がですね、まあそういうふうに1000年以上持っている建物に学んで、その復興の、まあ、アイデアですねというものを描いてみようというのがこの時やったものです。で例えばこの、ここの天守閣風のものは、まあ、住宅なんですけど、屋根は太陽光パネルだったりとか、まあ、いろいろ現代的な変形がなされています。それでこれなんで系譜学なの、これを見ると、まあ、要するに様式の、まあ、貼り合わせじゃないかと、まあ、パッチワークですね。で1980、70年代後半から
80年代にかけて、あるいは90年代の頭ぐらいまで、あの建築界でポストバブル、あ、ポストモダンっていう、ポストモダンですよ。モダニズムの批判としてポストモダニズムっていうのが出てきたんです。で、その時に歴史主義とかバナキュラリズムとかですね、その近代主義が、まあ、否定してきたものをもう一回こう呼び戻して、それをこう使って建築作ろうという運動がありました。で、それでたくさんいろんなものを作られたんですけど、その時の、その歴史的なものとか、それからバナキュラなものに学ぶやり方っていうのがどうあんまりうまくなかったと思うんですね。それがやっぱりこう文化的外観だけをこう見てしまっていて、どうしてそういう形になったとか、どうしてそういう形に育っていったかとかっていうような、こう内部から実践していくことによって理解できるそのもののあり方っていうものとして、バナキュラとか、まあ、歴史主義とかっていうのを理解していなかったんじゃないかなというふうに思っています。それで、あのそのそれはなんかあのスタイルとしてそういうものを見て使っているだけじゃなくて、知性として見てないと、まあ、この場合はどういうふうに使う、これ様式として見てるわけじゃなくて、使い方として見てるわけですね。全てこのお城とかそういうものを、要するにあの全部使い道としてこれ全部もう一回見直してるわけで、そのこういうスタイルがいいとか、ああいう様式がいいとかっていうことでこれ選んでるわけじゃないわけです。なので非常になんか不思議なものになってますけれども、まあ私たちもあえてそういうの面白いんじゃないかと思ってやってみたんですね。で、このスタイルじゃなく、じゃあスタイルとして借りるんじゃなくて、どうやって入っていくのっていうところが、どうやって学ぶのっていうところが問題で、そこで大事なのが、私はやっぱりそのものを内側から実践することによってこう培われてきた知性みたいなものが必ず建築の形式っていうものには潜んでいますから、そこまで降りていって、それを現代に話す、現代の条件の中にもう一回投げ込んで、そうするとその知性は大体こう元のそれが成立した時とは違う条件に投げ込まれるので、バランスを崩しますね、ガラガラガラ。だけど建築っていうのは統合っていうものをその根本に持っているので、必ずもう一回そこでバランスを取ろうとする。それで新しい均衡がそこに生まれてくる。そうするとそれは新しい条件の中で、まあ昔からは知性だけれども、それが違う形で定着されれば、それは現代の、まあ、新しい世代の、まあ、何か借りてきた形式、あるいはその学んだ形式の新しい世代ということになると思うんですね。私はそういうふうに歴史の、まあ、軸、これを、まあ、垂直の軸として、それから現代的な状況とか、まあ、条件とかっていうのはやっぱり水平軸とすると、その交差するところに、やっぱり自分たちが今生きるってことを位置づけるっていうのが建築が一番力を持つ部分だと思うので、そこを表現したいと思って、この話をして、それでその知性っていうところにどうやって入っていくかという時に、それは振る舞いを見、そこで起こっている振る舞い、そこでいろいろ均衡をバランスしている振る舞いを見るっていうことがすごい大事だと思う。で、ビヘイビオロロジーっていうことについては一冊本をもう作っていて、2010年に出したやつがあって、これ英語でアメリカの出版社が出したので、あまり日本で読まれてないんですが、残念ながら今頑張って日本語版を作ろうとしてますので、出たらぜひ手に取ってください。それで、この建築のビヘイビオロロジー、振る舞い学では何を検討しているかというと、主に3つの振る舞いじゃないかと思ってます。一つ目が自然の振る舞い、まあ、光とか風とか熱とか湿度とか、そういう、まあ、いわゆる最近要するにエコ建築とか環境に配慮した建築、皆さんも児玉先生に教わってるんで、よくそのあたりは詳しいんじゃないかと思うんですけども、そういうのはもうほとんどが要するに光、風、熱、それから湿気、そういうものの振る舞いをどうやって良い方向へ導いていくかっていうことをやろうとしたんですね。必ずしもで、そこで面白いのはね、光とか風とかっていうのはもうある条件が整えば、ある方向にあるあるよあるあるある方向へと振る舞うんですね。でその振る舞いの元の、ネイチャーですね、その原理、それは物理現象の
の背景には自然の摂理というのがあるから、そこの自然の摂理は我々は変えられないわけですよ。だからできるのはそれがどういうふうに振る舞うかっていうところの振る舞いの範囲を決めるとか、振る舞いの方向性を決めるとか、振る舞いのタイミングを決めるとか、そういうことはできる。それを建築でうまくやっていくと、まあ、エネルギーを使わなくて快適な場所が作れるというようなことが、まあ、言えると思うんですね。それから人はもちろん振る舞いますね。人の振る舞いは光や熱や風や熱湿気に比べるとよっぽど気まぐれで予測がつかないところがありますが、まあ、それでもある一定の環境というかを作り上げると、まあ、人間というのは、まあ、そう ある程度予測した振る舞いをします。それはもうほとんど無意識にするわけですね。それは文化的にやっぱり社会的に学習することによって人間というのは振る舞いをこう身につけていく、まあ、私は身につけていくよりは内蔵していくといった方が好きなんですけど、その振る舞いの技術をこういうところではこういうふうに振る舞うんだということをみんなそれぞれもう身につけて内蔵していくわけですね。なので全然知らない人同士でもあるコンテクスト、あるその場面にこう置かれると、それぞれの人たちが、自然と一定のこう振る舞いをして、まあ、そこであまり齟齬がないようなことがまあ起こるわけですけども、まあ、そういうふうに人も振る舞います。それから3つ目が建物、ビルディングっていうのを振る舞うっていうのがあるんですけど、これはちょっと分かりにくいと思いますね。自然とか人っていうのは当然こう動いてますから、まあ、振る舞うってよく分かるけど、建築って動かないじゃない。だけど建築も100年ぐらいの周期、そのぐらいの時間の尺度で観察すると、例えば街の中にある建物っていうのはどんどんこう少しずつこう変わっていきますね。少しずつ改装されていったり、あるいは改築されていったり、それで壊されて新築されたりしますね。まあ、そういうふうなのをこう考えると、長い尺度を取ってみれば建築も振る舞っているというふうに言えると思います。でそうすると振る舞いというのは全く時間次第だなという感じがしてくるわけですね。例えば1時間では建物の振る舞いは観測できないけど、100年ずっと待ってれば観察できるんだったらば、人の振る舞いも自然の振る舞いも同じじゃないのかというふうに思うわけです。で実際そうです。3時間で観察できる自然の振る舞い、人の振る舞いと1週間かけてできる振る舞い、1年かけて観察できる振る舞いというのは当然違ってきます。でそれぞれが違う次元にこう属していくことになるわけですけども、例えば台風なんかは、まあ、最近フィリピンは非常に大きいのを襲いました。これも自然の振る舞いですが、1年待たないとこれは観察できないですね。例えば11月30日ぐらいに日本に着いた人が、台風見たくて来たんですって言っても、まあ来年まで待ってくださいって言われるのがあれですね。それから桜が咲くなんていうのも振る舞いですね。でそうするとそこに今度人がわらわら出てきて、まあ誰に頼まれるわけでもなく、そこで座り込んで酒を飲んでご飯を食べて、まあ花をめでるわけですけども、こういうふうに振る舞いっていうのはこうシンクロします。あるタイミングを共有すれば、桜がこのように振る舞うのだから我々はこのように振る舞うというふうに、こう人と自然の振る舞いがそこでこう重なっていくわけですね。でこういう重なり合いっていうのがあるその社会的な人々が出会う場所とか文化的な価値っていうものを作るとすると、これはもうすでに何か知性のもう始まりだと思うんです。もうただ桜が咲くだけっていうのは桜咲きます。それはね、外国にも桜の木っていうのがあってるんですね。で、春行くとちゃんと咲くんですけど、その下に人は座り込んで酒を飲んでいません。で、酒を飲むのもみんな勝手に毎日やってますよね。飯も食ってますね。これも腹減る。だけどそれをこう組み合わせるっていう、これが、で、それがすごく楽しい場所を生み出すっていうのは、これは何か、それぞれがもうどうしても起こってしまういろんな振る舞いをこう組み合わせて何か別次元のものを作ろうっていう、これは知性の始まりだと思うんですよ。で建築での知性ってさっき言いましたけど、振る舞い学を通してみるといろんな様式とか、歴史的な形式とかそういう形にとして残っているものの中にいろんなその人間が
培ってきた知性っていうのが あるんだっていうふうに言いましたけど、こういう振る舞いの重なり、それの統合、それの均衡というふうに見ていくと、そこにいろんな知性っていうのを見出すことができると私は思う。これはですね、また別の事例で、まあこれ都市空間の例が多いんですけど、これは橋です。コペンハーゲンにある、ね、ノールプロガードっていう橋なんですが、近年ここの、歩道を拡幅しました。というのは一時期この内部には都市、こっち側が市内なんです、旧市街なんですけど、旧市街に一般の車を入れないっていう、結構過激な交通政策を取ったんですが、うまくいかなくてやっぱり戻したんです。一般の車も入っていいよと。ところがでもやっぱり制限しようということで、自動車 の車道を縮めて、その分自転車のやつを広くして、歩道を広くしました。そしたらここのところに、この手すりのところに夕方になるとベラーッとこう人が並んで座ってビール飲んだり音楽を聴いたり本を読んだりするようになったんです。でちょっとした今名所になっているんですけど、でこっち側の反対側は全く人が集まってない。なんでかっていうと、こっち側が西側で、こっち側が東側で、こっち側が西側なんです。それで太陽はこういうふうに沈んでいるので、午後遅い時間までここは日が当たってて、それでもうこれ私が言ったのはサマーと言いながら9月の、夕方なので、自転車乗ってる人はもう長袖着てるしジャケット着てますね。結構肌寒いんですが、ここはですね、昼間 の太陽の熱をたっぷりこう吸い込んだ石の手すりがあるので、ここからの、なんですか、輻射熱で暖かいんです。なんでみんな半袖とかで座り込んでいられる。こっち側にいないのは寒いからですね。っていう風にして、これでもなんか人々とか歩道のここは暖かいんだ、ここは暖かいなとか、そういうのをこう見つけて、で自然とこういうところにこう集まり始めるっていうのは、これの振る舞いが、熱の振る舞いとそれから人の振る舞いがこう重なり合って、それをこう見つけて習慣化していくっていう、知性の始まりみたいなんですね。これは天壇公園というところがありまして、これまたちょっと違うタイプのあれですけど、ものすごいたくさん木がグリッド状に植わっているところがありまして、巨大な公園です。それでそこに朝早く行くと、もうとにかく、主に老人の方々が、自分なりのエクササイズをしています。その種類はものすごく多いです。もう独自すぎて目が回るようなものもあります。それでこれは例えばこのおばあちゃんはこの古い木のコブに、肩を押し付けてマッサージをしてるんですね。これも健康法なんです。でこの人たちは社交ダンスをしてるでしょ。この人たちはこうスポーツダンス、それからこの人たちは、タイチウェイ、この人たちはバドミントンの羽みたいなやつで、もうちょっと重い、重しがついたやつなんですが、それでリフティングをずっとやるっていうゲームがあるんですが、それをここの廊下みたいなところでやるんです。で公園ものすごい広いんですけども、そこに至る所にいろいろなパフォーマンスが展開することによって、この場所が本当の意味でのパブリックスペース、いろんな人が、いろんな価値観を持った人が同時に違うことをやっていても許されるっていう、そういう場所が作り上げられています。でこれはですね、これ見て私はパブリックスペースっていうのはやっぱりその人たちの振る舞い次第だなと。つまりそこで振る舞い方を知ってる人たちが集まってくれば、これは間違いなくそのパブリックスペースは生き生きしたものになる。つまりスキルがやっぱり必要だということですね。空っぽな人間というものを想定してパブリックスペースを、今までの20世紀の近代主義的なパブリックスペースの設計というのはやりすぎてきていて、そうじゃなくてやっぱりこうある種のスキル、振る舞いを内蔵した人たちがそこでどういうふうに振る舞うのかということを、やっぱり考えて設計をすべきだな。これはどっちが先かどうか分かんないところもあるんですけどね。そういう場所があったから、こういう振る舞いを内蔵する人間が
次々と生産されて、世代を超えてつながってきたっていうこともあるかもしれないけれども、まあ、とにかくその人間にそのパブリックスペースを実践するあのスキルというものが内蔵されているということを忘れてはいけないなというふうに思います。それから住宅なんかでもその振る舞いというのは非常にあのいいものですね。それで例えばこれは私がナンデガオンというインド・ムンバイの近くで見つけたあの家ですけど、まあ、こうベランダが手前についてて、それでおじさんがこう浮いているんです。で、なんだろうと思ったらこう針からブランコをぶら下げて、そこにこう座禅を組みながら本読む。でここにあの洗濯物を干してあるでしょ。こっちからあんま見えないんですよね。こう干してあって、隣の家の子供の声が聞こえて、影がこう来て、まあ、風が吹き抜けて、まあ、非常にあのいろんな振る舞いがこう混ざったような場所。そこに私みたいな、まあね、全然予測もしなかった人間がこう入ってきても、この人は何ら動じないということは、まあ、そういうあの関係ない人が入ってくるということすらもここではまあ当たり前に、まあ、しょっちゅう起こっていることなんだなというふうに思うんです。あとこういう空間の形式、まあ、ベランダなんですけど、まあ、そういうものとそこでの暮らし方というのがこの地域の人々にやっぱり共有されてるんです。こういう家はこの家だけじゃなくてずっと他にも、他の家もそんなような感じなんですけど、まあ、その共有されてるってことがやっぱり彼のこの突き払った感じ、態度に現れているというふうに思います。もしこれが一軒だけね、他の建物は全然違う形式でできていて、これだけがポンと終わったら、やっぱり結構自意識過剰になるんですよね、ここに住んでる人。そこになんか客が来たら、なんかこうやっぱりかなりオーバーなリアクションをしてしまうんじゃないかと思うんですけど、いやそういうことなんだと落ち着いたもんでしたから、やっぱりあの周りの建物と共有されている、こういう建築の形式が共有されているってことがあの落ち着きを生むなというふうに思います。ちょっとあそれで、でまあ、建築のちょっと話、あの系譜からまた それる部分ですけど、あの振る舞い学っていうのを考えていくと、あの大体3つ、またあの3つのことに思い至ります。でそれはですね、反復ですね。とにかく振る舞いっていうのは反復されます。反復されるものじゃないとあんまり振る舞いというふうに言われないんですね。一回きりのなんか動きとか、一回きりの体の、なんていうんですかね、姿勢とか、そういうのは振る舞いとは言われない。それからリズム、タイム、スケールっていう、でまあ、反復ということはそれはどれぐらいの周期で反復されるのかということで、時間の尺度がそこに入ってきます。でこれは結構大事で、建築のデザイン、空間デザインってやっぱり形とか、それから空間の関係ということに関しては皆さんすごく、考えるんだけど、時間っていうのが実は建築の空間を考える上で非常に大事なんですが、それがやっぱり結構希薄なものっていうものが多いですよね。世の中に立っている建物もそうだし、建築家、結構有名な建築家が作るものだって時間の感覚ないなんていうのが結構あります。それからシェアリングって書いてます。これは共有ですね。これがまたすごい大事で、さっき挙げた3つの振る舞い、自然の振る舞い、人の振る舞い、それから建物の振る舞いというのは、誰かが独占できるものではない。振る舞いっていうのはいろんな人の中にこう似たような感じでもうすでに、配られているところがあって、まあ後から入ってきた人はそれを学ぶことができてっていうことで、振る舞いのいいところは独占できなくてシェアできる。でシェアできるから、その時間、それを一緒にやることによってその時間をシェアすることができる、その場所をシェアすることが、空間をシェアすることっていう風になっています。これはですね、所有っていう、まあ、あるいは私有っていう、その自分の持ち物はここまでですとか、私はこれを持ってますとかっていう風に、所有っていうものをすごく強調してきた、所有権っていうものを強調してきた社会システム作りからするとかなりやっぱり違うアプローチだと思います。で
建築のデザインもやっぱりその所有権っていうものをすごくこう、ガチガチにこうしてきた社会の中でずっと近代化してきましたので、かなりそういう方向にこう傾いてるんですね。で、書いてあります、下の方に書いてありますけど、それはですね、かなり個人というものをあの基盤にした、個人というものに、まあ、の個人というものをまずあらゆるものの前提として、それをその可能性にかけて建築の表現、あるいは建築空間なんかの展開というものの可能性をそこで探っていこうっていう態度とは私は違うことをやりたくて、むしろそのさっき言ったシェアできる、その踏まえてたらシェアできるんだから、シェアっていうことのをその前提にしたらどういう建築っていうのがこれから考えていけるんだろうかっていうことをむしろ考えたいと思ってですね。で、それを言うのにあのインディビジュアリティっていう言葉は、まあ個人性とかですね、まあ、そういう個人とかあの皆さんそういうふうにしてご存知だと思いますが、コモナリティって言葉を私はそこで使います。コモナリティ、これはコミュニティではないですね。コモナリティっていうのは共有性ですね、共同性、共有性、何か共有できるということ、それをベースにした建築というものをこう考えていきたいというふうに思ってます。ちょっと長くなりましたね。まあでももっと長いんですけどね、すいません。それで最初にですね、もうくどいようですけど、経風学について最初に一番私があの自分自身経風学、これ経風学っていうんじゃないかと思う、気づいたやつ、あのリサーチのプロジェクトなんですけど、それについて説明しますと、金沢であの町屋を調査するというのを半年間やりまして、その結果を金沢町屋新陳代謝っていう、まあ、こうものにまとめたんですね。それマップみたいなものとして今金沢21世紀美術館でだけあの買えるんですけど、でその時にあの金沢の町っていうのは地震もなかったし、あの地震もなかったし、それから戦争にも焼かれなかったんで、江戸時代のこの古い構造をよく残してます。これがあの江戸時代に、その前田家が作ったゾーニングで、真ん中にも城があって、こう町人街がこう赤くこう走ってまして、この黄色いところは全部お侍さん武家屋敷で、この紫のところはこう馬の背の方からこう攻めてこられたり、山の上から攻めてこられたりしないようにお寺軍がこう配置されるという形になってます。それで、まあ、川が西川と浅野川で挟まれて、非常にあのいいあの場所ですよね。で、これが壊されなかったので、壊されなかったんですけど、やっぱりあのその後の60年代、70年代の高度経済成長の時に、まあ、どんどん建物は建て替わっていきます。つまり、地震でも壊されなかったし、戦争にも合わなかったのに、結局自分たちで壊したっていうところがあるんですね。で、特にここのメインのところは、まあ、香林坊とかこの辺ですが、商業地域で防火地域に指定されているので、まあ、すごくその建物を建て替えて高く大きくするっていうインセンティブが働いて、でその時には必ず、耐火建築にしなければいけないということで、みんなもう町屋なんていうのはあの見向きもしないわけですね。でここにはもう町屋はもうほとんど残ってないんですが、この辺近隣商業地域とかあのメインの幹線から外れちゃったところがありまして、この辺とか、まあ、こういうところはですね、まだ結構残ってます。ただ、残り方がちょっと変ですね。で、あの面白い残り方をしてます。で、これが、まあ、いわゆる原型と言っていいような、あの原型と言っていいのか、まあ、あるいは江戸時代に完成した、江戸時代の時に完成した町屋の形式はこうですよ。で、私はあのコルビュジエの五原則みたいに、五原則で町屋をこう整理してみたんですが、まあ、林家と接して、それから細長い、2番目が細長い平面、構成による奥行きのある空間 で3番目が切り妻平入り形式で、これ切り妻ね、でこっちが平ってですよね。それで道路に接して立つ、道路から離れちゃいけないですね。それから5番目が開口を使い切る、間口を使い切る、この間口が、まあ、狭いところをいっぱいいっぱいに同じエレメントでこう攻めていくのがこの町屋のいいところで、ひさしも端から端まで、格子も端から端まで、デビサシも端から始めてっていう風にこうやっていくんです。そうすると何がいいかというと、この建物の建て方を続けていくと、隣の人と相談しなくても
こういうのがずっとこう横へ横へ横へずっと連続していくので、まあ、町の形態としてはすごい統一感があるものだ。つまりこれは町屋の連続する非常に美しい町並み、これ多分日本人が作り出した最も洗練された都市の形態ですけど、まあ、自動車が現れるまでは、っていう条件付きだけど、それがまあ一つ一つの建物の中にもう内蔵されてるんですね。で素晴らしいんですよね。でこう1300何十個をずっと見てたんですけど、でそれでこう似たやつをこう寄り分けてですね、こういくつかの、分類をしていくと、まあ、最初のこう引く町屋っていう、ね、変なあだ名をいろいろつけるんですが、引く町屋っていうのは2階の庇がすごい低い、これここ参勤交代でお殿様が通るんで、こう図が高いといけないんで下げるんですね。なのでここは倉庫しか作れない。でここは東の茶屋街のところなので、まあ、そこは参勤交代通らないで2階も高くて、まあ、大体この辺のやつが原型に近いものとして残って、でそれがどんどんですね、例えばスケビサシなんかはこういうふうにプラスチックのキャノピーに置き換えられて、お店の店先を広げるように使われたり、1階にどうしても駐車したいので全部なくして鉄骨の針を強引に入れて、これをスカイマチアって呼ぶんですけど、スカイハウスにちょっと似てるんですけど、まあこういうふうにして、これかなり危ないからやっちゃいけませんよ。それから仮面町屋っていうのが、なんかこう古い家は嫌だというのが、まあ昭和の時代あったんですよね。それでなんかこうレンガタイルの仮面をかぶってるっていうやつで、でも剥がすと元の町屋が出てきちゃうんですね。それからリーゼント町屋っていうのは、つけびさしをこうギューッとでかくして、お客さんが雪の日雨の日でもこのショッピングしやすいようになってるんですけども、これが立町っていうところでもうみんなやってまして、すごいこう突っ張りが競い合ってるみたいになってるんですけど、これはすごく面白いですね。でもこれもよく見るとこのデビサシ、これですね、このスケビサシ、デビサシをまあ非常に大きくしたものだというふうに見ればいいわけですね。それからこれは引退町屋って言いまして、引き取っちゃったんですね。で駐車場が欲しいばっかりに町屋からの引退ですが、でもこの1階と2階にこう屋根分析してるっていう形態はみんな残してます。それから引退したんだけど、やっぱり道にこう建物の一番前を持ってこなきゃいい、これは町屋じゃないっていうんで、無理やりこう鼻だけ伸ばしたやつがありまして、これがこのタイプ、涙ぐましいってことなんですけど、それからだんだん町屋であるということを忘れながらも、まだ町屋の条件になるわけです。例えばこれはペンシルビル町屋って言って、こう奥行きじゃなくて、この上にこう奥が深くなっちゃったやつですね。平面でいいんじゃなくて 縦方向に奥が深いやつで、でさっき言い忘れたけど、町屋には通り庭っていう形式があって、こう内部をこう貫通していく庭があるんですが、それがまあ階段室に置き換えられたようなんですね。でこれ先生町屋って言って、だいたいお医者さん、それから、弁護士、それから、税理士、そういう国家試験を受けて通った人は大体先生と呼ばれてお金持ちなんですよ。そうするともう周りのことを全く無視して、こういうビルを建てて、1階ビルを建てて2階事務所で 3,4 階が住宅っていう、こういう形式にします。でこれリンゼント立体通り庭町って、これちょっと複雑すぎますが、階段をこう通り庭風に2階までつなげて、2階まで店舗にしよう、それでそこの3階の部分にでかい月日差しをつけるということをやっていますね。これがその建町、こうやってこう連続してます。もう行ったことあると思いますけど、非常に面白いです。でこれまあこういう形でですね、第一世代から第二世代、第三世代、第四世代とこう分けられるんじゃないかということで、こう分けていって色分けして、で地図に塗るとですね、全部の建物をその世代に分けて塗っていくと、その町の特徴というのがよく分かります。それでその中の1個、横山町ってところにあった、まあ、17年間使われてなかった町屋を借りて、こう改修して、まあ1ヶ月間展覧会に使ったり、その週末ゲストハウスとして人が泊まれるようにするっていうプロジェクトを、これの21世紀美術館と一緒にやりました。でこの時は金沢工大と、それから金沢美術大学の、あるいは福井大学の学生さんなんかとにすごい協力してもらって、大掃除から改修の、まあ、ベンガラ塗りとか壁塗りとか
子を見つけてきて、それに合わせてデザインしました。それで、まあこんな感じですね。これ素晴らしいんですよね、間違って。これが通り庭です。どん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 奥に行きます。そうすると、一番最後こう庭があるようで言って、実はこれ大きな鏡で、この影にトイレがあります。危ないので、火の元になるものは全部やめたんです。お風呂とかキッチンとか。その代わりトイレだけはまあ新しいのにしようってことで、この後ろに作ったんですが、まあ、それを仕切る壁がどうしてもこういう古い土壁と同じものできないのでちょっと予算があってね、それでこう鏡を入れてこちら側にある庭を映し込むんです。なんでなんか中と外が横だっていうようなものですね。それでまああれ？ああしまったな。いや、うまい。これやってる時にですね、ちょうどですね、隣のこのオーナーさんが隣にお住まいなんですけど、奥さんがちょっと入院してて具合悪かったんで、すごくなんていうんですかね、まあ、あまり、乗り気じゃなかったんですけど、旦那さんはね、だけど娘さんがこの人たち面白そうだからやらせてあげたらってんでやらせてもらったんですが、で大掃除してる時に奥さんがちょうど亡くなって、で通夜で私たちがここで作業し、こうずらっと並んで待ってたんですね。お通夜のあれで、最後のところだけこう一緒に外で並ぶところだけ並んだんですけど、そしたらこの家をよく知ってる人がいっぱいいました。ここはですね、その奥さんが生まれ育ったところで、その奥さんのお母さんがまた生まれ育ったところで、まあすごくいろんな親戚の人はこの家に来たことがあるんですね。だから近所の人もこの家の中入って遊んだことがある。ここはなんか炭屋さんだったらしいんですけど、それでこの通りではこの町屋がなんか結構古い形に残っているのは唯一で、まあ、みんなちょっと残念があっているんですが、まあ、話を聞いていくと、この町屋っていうのの思い出っていうのを皆さんすごいたくさん持っているんですね。で通りの人にいろいろインタビューして、語ってもらったんです。でビデオを作って、でそれをこう展示するようなこともしました。まあ、それ、まあ、そういうのを通してですね、それから大掃除してるの時に、まあ、親戚の人が、まあ、これほどこれは最高の供養だっていうふうに言ってくれましたけれども、なんかこの家がずっと使われなくて汚いままであることをすごくその奥さんは気に病んでたそうなので、まあ、それがきれいになることがすごくいいというふうに皆さんも褒めてくれて、まあそういうのもね、やっぱり町屋って、ああなんかそのこのオーナーの人の、まあ、所有物なんだけども、ちょっと違う形で、関わることによってみんなそれぞれのものに、他のいろんな人のものになってるんだなっていうのは感じました。でそれはやっぱりそのさっき言ったシェアっていうのもちょっと近いですよね。はい、それですみません、ちょっとそれで、そう、何が言いたいかと、それでこのさっきのこのこのですね、第1世代から第5世代、第4世代もこうずっとこう変わってくる。これはですね、いわゆるそのこれはもうほとんどこの辺は今は町屋の系譜だと思われてないんですよ。だから我々はでもこれらもこうちゃんとこう、しつこくこう丁寧に見ていくと町屋の系譜に乗るというふうにこう考えて、まあ、かなり暴れているものであるけれども、こういう現代にも町屋の系譜が続いていますというふうな、まあ、そういうプレゼンテーションをしたんですね。でその時に気づいたんだけど、大体こういうのはもう建築家、プロの建築家はね、こうとか学者はもうこういう第一世代しか評価しないんですよ。でこれじゃなきゃダメ、あとはもう別になくなってもいいと。でこんなことでやるぐらいなら収縮でこういうモダンなビル建てた方がいいよとかいうふうに考えてる人多いんですけど、やっぱりそれはね、間違いだと思うんですね。でそれはやっぱり専門家は言うべきことじゃないと思ってて、これほどですね、町に住んでる人が町屋に対しての愛着というか、その思いを尾てい骨のように残しているんだから、それは下手ですよ、みんな専門家じゃないんだから。なんだけども、それをこうやっぱり思いをこう束ね、集めて束ねて、より大きなこう力にしていかなきゃいけなかったのに、まあなんか、例えば先生ビルなんてのはどうせこんなのは建築家がやってるに違いないんですけど、まあ誰だか知りませんが、なんかやっぱあまりにもそのエリート的な
し方っていうんですかね、その町屋っていうものが持ってる、意味っていうものを考えないで、いろんなことがなされてきたんだなっていうのは思いました。で、町屋を私はなんでこんなにこう言うかっていうとですね、町屋が生きている町は、の人たちはみんな自分たちに自信があるんですね。っていうのは、うちの通りじゃ建物がこう建てるっていうのは分かってる。家の建物なんかを建築家に言われなくたって知ってると。で、これは自立してるとですよ。はい。自立性があると。それで、それに対して20世紀にやってきたことっていうのは、人間、建築っていうのを文化の領域で、まあみんながそれぞれコミュニティで作るものだったのを、産業が作るようにしどんどん移し替えていって、まあそれで日本の国民総生産はこう増えましたし、工業化も、まあそれが工業化なんですけど、それでまあ所得も上がりましたし、豊かになりましたけど、でも、人々はどうやって家を建てていいのか、自分の場所はどういう家があってるのか知らない人たちになっちゃう。で、これは結構な喪失っていうか喪失だと思うんですね。で、なんでやっぱりそういう自立性、やっぱりそれで、ね、これから建築を作る皆さんがやっぱり考えてほしいことなんですけど、そういう歴史があって、そういう20世紀があって今の皆さんが生きている町とかその条件があるんだよというふうにちょっと考えてほしいですね。で、私はどっちかというとやっぱりできればもう一回その、人々が自分たちで家の作り方、うちの通りだったらこう作るっていうのは分かるっていうぐらいの、自立性を取り戻してほしいと思うんですね。で、それとその工業化とかそれから産業としての建設っていうのをバランスさせればいい。とにかく工業化産業化しようっていうことでそこを無視していろいろ進んできただけであって、もう一回そこも配慮に入れれば絶対もう一回別のバランスができると思います。それをぜひやりたいなというふうに思ってます。例えばね、これなんか京都で町屋がもともと並んでたところですけど、ここに顔の家ってなんですよ。これ私の大学の先輩が設計したんですが、すごい有名な建物ですよ。皆さん知らないかもしれないけど、チャールズ・ジェンクスっていう人がポストモダニズムの建築っていう本を書いたんですが、その中で非常に大きく取り上げられて世界的に有名な住宅なんですけど、まあ、今もちゃんとありました。で、これ、ね、やっぱり何ですかね、自由ですかね、これを自由って言いますか、言うんですかね、これやっぱり偉大じゃないと思うんですよね。私これどう見てもやっぱりこれがずっとこう連続していく方がなんかそこに住んでる人たちは偉大な人たちに見えてるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、その後についてはいろんな皆さんのご意見があると思うので、まあ、後でいろいろお話ししたいと思いますが、とにかく何かやっぱり20世紀通して建築すごいたくさん日本は作ったので、今日本の建築って世界的にも評価ものすごい高いんですけど、現代建築個別は非常にレベルが高いけど、でもまとまった時に何なんだっていう話があるんですね。そのみんなこう集合した状態にどんな卓越したものがあるの、どんな達成がそこに見られるの、確かに燃えなくはなってね、自信にも変わりにくくなって、それは大きな達成かもしれないけども、美的じゃないんですよ、美しくないですね。で、それはなんかやっぱしもう一回考え直した方がいいんじゃないかなと思うんですね。で、私は言ってる美っていうのは別に全部ピッシリ揃ってるから美しいって言ってるわけじゃないので、何かもっとそれぞれが自立性があって、それぞれの中で振る舞いが、それぞれの個の振る舞いが全体の振る舞いを作り出すような、まあ、そういうものになればいいと思うんですけど、そこにある種の秩序があるよと。だけどそれができていないですね。それでちょっと話を東京の方にしますと、東京も激しく変わっていましたんですけど、まあ、これもよくいろんなところで話してるんで聞いたことあるかもしれませんが、東京っていうのは東京都庁から見るとこんな風な街で、全然超高層がいっぱいある街じゃありません。住宅ばっかりです。で、山の裾野までずっと続いているようなところです。で、ほとんどの人はこういうところに住んでいます。だから東京のメイン、主たる構成要素は住宅です。ここにすごい綺麗に見えます。幹線道路沿いはこう高いビルで、真ん中はこう結婚ビルで、戸建て住宅ばっかりです。で、これは
でもイギリスの140年に比べれば非常に短い、こういう短い更新周期というのが独特の風景を生み出しています。まあ、これはこれで面白いです。面白いんだけど考える必要がある。でその中でこうどんどんこう入れ替わっていくわけですね、粒が。これは私はボイドメタボリズムと言います。隙間を空けながら、隙間は常に保持されながら粒が入れ替わっていく。でこっち側は60年代 の黒川さんが建てた、私が考えたメタボリズムで、コアを中心に、これはもう永久に壊れない要素とあの頃は考えられていたんですが、ここにインフラが全部入っていて、そこに個人用カプセルが取り付いていて、まあ後で調子悪くなったら取り替えるとかっていうことだったんですが、まあ、実際の取り替えは非常に難しいということで、まあ、取り壊しが決まっているみたいですけど、でこれは私はコアメタボリズムで、このボイドメタボリズムとコアメタボリズムは両方メタボリズムなんですけど、何が違うかというと、これはやっぱり都市の開発はエネルギーとか、それから資本とか権力が集中することによって起こると、こういう必立するものを立てられるような、そういう枠組みで起こるんだって。これなんかすごい小さい例で、彼らが描いていたドローインが巨大ですからね。巨大なこう垂直都市をこういう俺同じような景色で描いてます。でそれに対して実際起こったのは、平面上ベターっとこう反復するこのボイドメタボリズムで、この中でどんなことが起こっているかって、一番最近起こっているのはこのサブリバーガンといって、これもよく話なんですが、郊外がこう都市化に巻き込まれて、それで地下が上がって細分化していくという、そういう話です。これは奥さんの風景です。こうぐしゃぐしゃですね。もうどっち向いてるのか、建物の種類もすごいいろいろですね。色も材質も形態も向きもいろいろ。で、なんで起こるのかっていうと、建物のがほとんど個人所有で、それぞれの建て替えはそのオーナーの都合次第で、なので必ずランダムなんですね。それでこのエリアに1920年代から開発されたんですけど、この90年の日本の社会の変化っていう異常なものがありますので、30年ごとに例えば建て替わったとすると、まあもうすでに3回建て替わりがあっていいんですけど、そうするとその時々に建てられる建物と全然違う、やっぱり社会的背景を持って出てくるんです。で特に大きさが違ってきます。特にバブルの後半、ものすごい地価が高くなって、250平米の土地がこれがもともとのサイズなんですけど、今はだいたい80平米ぐらいのサイズのものが出されていて、それ細分化されて売ってるんですが、まあ、特にそのバブルの時は一人っ子が250平米を相続すると1億5000万円払わなきゃいけなかったっていうのがありまして、それ相続税ですね。そうすると普通の勤め人は払えないので細分化しているっていうことが起こった。それでどんどん細分化と縦詰まりが起こった、まあ、それでこれもまあこれはこういう変化はその町屋じゃないんですね。こう日本のこの、こういう、郊外住宅地の建て方は、まあデタッチドハウスって英語で言うんですけど、こう周りから引きを取った家っていうんですね。ポツンとで家の庭の中に立ってるような、そういう形式で、それがどんどん敷地が狭くなることで、また変容していきます。でこれが、最初の世代、第一世代、1920年代に建てられたやつはもうこんな風に周りがこう緑で、敷地境界と道路との間はこういう、生き垣が囲っていて、中はこんもりとした緑になって家なんか見えない。でこの頃は車持ってないから間口いっぱいに、生き垣があります。で第二世代になると車持って始めるので、こんな風になって、でもまだ緑で覆いたい。で第三世代になるとこういう風に、まあ、デベロッパーがあってこう細分化して建て組を建てているんです。まあ、こういう形になります。そうすると、まあ、庭はなくなり、縁側はなくなり、半分外みたいな場所がなくなり、窓が小さくなり、家の中で何が起こっているか分からなくてっていう風になりますね。で最近よく、ね、同
死んでから2ヶ月後に発見されるとか、ディドメスティックバイオレンスって言って、家庭内暴力の話とかいっぱいありますけども、まあ、俺が必ずそういうことがこういうところで起こってると言ってるわけじゃないんですけども、こういうふうにどんどん家の中で起こってることが分かんなくなっていって、でそれで、まあ、近所の人とコミュニケーションするような、まあ、装置が建物にこうないような、さっきのおじいさんがベランダにいた家と比較するといいと思うんですけど、まあ、そういうものになっていく、なってきたっていうことも、やっぱりそういういろんな事件が起こる、こういう原因になっていると思います。それで、なのであれはやっぱり社会問題っていうこともあるけど、空間の問題だっていうふうに建築家は考えた方がいいと思います。で、ここまでの変化は、まあ、この奥沢っていうこの東京の最初の第一世代の郊外の、戸建て住宅の第三世代までですけど、今2010年以降、例えば我々なんかがこう東京で家を建てるとすると、設計するとすると、それはもう第4世代になるんですね、まあ、さっきの30年周期 でこの場所が急で郊外住宅地、あるいはその戸建て住宅っていうのが、まあ、90年の歴史になるっていうふうにすると、もう第4世代なんです。でこれをじゃあどういうふうにするかっていうのが、まあ一つの、そこでやっぱり一旦切断ですね、この第1、第2、第3世代がこう辿ってきた道っていうのを一回切断して、何かその第4世代としてこう意識的にこうゲームを、なんていうか、路線を変えないといけないと思うんです。でそのためにはやっぱり第3世代までが辿ったのは何だったのかっていうのをよく見るべき でこれの背景には、一つにはやっぱりあまりにもその核家族向けになってしまった。だから家の中に家族のメンバーしかいられないんですよ。それから、すごく内向化して、外で暮らす場所がなくなってしまった。それからあるいは、建物と建物の隙間がやっぱりこう死んだ場所になった。なのでとにかく第4世代は家族じゃない人がいてもおかしくない場所を作るとか、半分外みたいな場所で暮らせるようにするとか、建物と建物の間必ず隙間ができてしまうのであれば、最初からその隙間というものをどういうふうに考えるかということを位置づけて設計をするとかというふうにすることによって、やっぱり第三世代までの流れというのはどんどん家が寛容さを失っていく変化だったと思うので、第四世代目で一気にこうもう一回寛容な状態へ戻していくことを考えるというふうに思います。それからあとはですね、その新しく出てきた町の形っていうのを見て、もう一つ考えたのは、今までの形式の中で非常に優れたものがあるなら、それに学んだ方がいいんじゃないか、まあ、まさにその系譜として、過去の建築形式に接続するというようなやり方で、スプリットマチアというのを作ったんですけど、ここにちょっと見えてるところだと思うんですが、さっきも言いましたけど、この細分化が進んできた東京の真ん中のところで、新宿区ですけど、条件がですね、こういう建物で、幅が3メーターの敷地、奥行きが13メーターで、もうこれはいわゆるその田園都市みたいなものが想定していた戸建て住宅の形式とは違う条件です。むしろ町屋の方が特徴的ですね。それで、まあ、東京にも町屋はあったんですけど、まあ、ほとんど焼けてしまったったり壊されてしまったんで、あんまりもう残ってないんですけど、でももう一回その町屋のような形式をこういう細いところに使って、まあ、新しい世代の町屋を、東京の町を作ったらどうかというふうに考えてやったんですね。それで敷地がこう段差があるので、建物2つに分かれてて、でこちら側の3階建てで、ここに29平米、3層ですね、3階建てで29平米、こっち側が、敷地の高いところだったので、2階建てで、29平米、合計58平米です。すごい小さな家ですが、真ん中に中庭があって、光と風が入って、それから
土があって、木がたくさん入ってそれでこっち側の家にはキッチンがあるんだけどお風呂がなくてこっち側にはお風呂があるけどキッチンがないのでここでこう行き来して暮らしてここはまあ大きな庭のところを眺められるベンチみたいなのがそこはあるんですけど上にガラスの屋根がかかっていて一応雨がかからないように行けるようになります。ここでも町屋の通り庭っていうのがありましたね。こう入り口の方から奥まで座ってるんですあれを報酬して、窓の位置を全部同じ位置に揃えて奥までずっと見通せるようにしてます、まあ、左側中庭ですね。右側が非常に小さなダイニングスペースこういう関係性ですね。上の階行くとこう視線がこう貫通しますが、ね、これはまあ通り庭の、繁栄というふうに考えています。あ、それからちょっとこれは別のあれですけど、これは江ノ島の近くに作ったんですけど、W リーグハウスですね。私はこの辺 の, あの湘南地方の出身なので非常に懐かしい感じでした。こういうタイプの家がすごく多くて私が住んでた家もなんかなんとなく似たような茶色い板板にこう花粉とかが白くなったりしててこういうそれで懐かしいなと思って、取り組んだものですが、この辺の道ってぐにゃぐにゃなんですね。で、もう元漁師の町ですからぐにゃぐにゃしていて、建物の屋根の向きっていうのはこうあっちゃこっちゃ見てます、ね。それで、ここの道にはまあそれでも切り妻のこう抜けた家が1個2個、ありまして。なんかその家に道に対してどういうふうに屋根を向けるかっていうのだけでもう周りの建物との調子といいますかそういうものを作り出せるなというふうに考えて、設計に当たりました。でこんなような場所なんですけどこの胸の向きをこうするなのでここの道に対してはこの2つの切り妻が面していてこっち側にはどうしても切り妻が見えたらこっちの道もありまして、ここもこう切り妻、こう切り妻なんで、こっちもこう切り妻向けだったんですね。こう切り妻でこう切り妻だとすごく難しいんですけども、まあ、お節さんがですね、面白い人で、旦那はこれからサーフィン始めたいってことで、サンルームが欲しい。だから奥さんは気道楽で、服があまりにもありすぎて、まあ、巨大なクローゼットが欲しいというふうに言ってたんで、じゃあ、クローゼットの家とサンルームっていうのに2つまず家を分けてで間をこうとにかくこう壁でつなぐでまたその旦那この敷地は狭いけれどもぜひ曲面の壁が欲しいっていう子供が言ってたんでじゃあ曲面でつなぎましょうってつないで屋上も欲しいっていうんで屋上を作りましたというまあ非常にもう言われた通りやってるような感じなんですけどまあそれでこういう家になりますね。でこっち側がクローゼット兼寝室でこっち側がサンルームです、ね、あこれはそのマサンドスケールです。それでまあもう全体がこう階段でつながってるような感じ下がまあご飯食べるリビング上が音楽やるリビングっていうことで、まあ、ピアノとか楽器をこうこの人たちがやるんですけどで屋上に出れるとまあ、でここに小さな三角の庭を残して、光がさんさんと降り注ぐサンルームの2階部分にお風呂があるっていうそういうものですね、まあ、こういう構成時間がないので飛ばしますが、はい、こういうふうになって、ね、ちょっと待って、それでこういう状況なんですけど、ほら、この切り妻の連続、それからこの切り妻、ここにもう一軒平屋のやつがあったんですけど、出来上がると同時に壊されてしまいました。なのでちょっと、ここの切り妻3つ連続するはずがなんか連続しなくなってしまいましたが、まあ、次立つものも切り妻こっちも入れてほしいなと思ってます。それでですね、こういうものですね。で、外国でも住宅の設計あるんですけど、これはギリシャのアンチパルス島ってところで作った住宅で、まあこの辺の建物はキクラデックスタイルってですね、こうボーボーとこう箱みたいなやつが斜面に沿ってこう並んでて、石で仕上げたり、まあ漆喰で仕上げたりっていうそういうものですけど。これは非常にお金持ちの家ですね。すごい大きい。
で、まあ、一つ市の方から言われたのは、ここの行政区から言われてたのは、行政から言われてたのは、ここ丘の上なので、そこにリッジラインっていうのがあるんですけど、稜線、その稜線からはみ出てはならない、そんな丘の上に建てるのに稜線からはみ出ないで建築するなんて、ほとんど嫌がらせに近いことを言われたんですけど、まあでもこういうふうにですね、あ、ちょっと飛ばしましょう。建物をこう掘ってですね、半分掘ってそこにこう収めて稜線にかからないようになります。で、部屋がですね、こうボコボコで、まあ、これがさっき見せた住宅ぐらいの大きさなんで、もうすごく大きいんですけど、で、こう中庭がこう2つありまして、手前にもテラスがあって、ここにこうプールがあって、そういうものですね。で、こういうので、まあ、これもだからさっきは東京でこうもう敷地がすごい細くなってきて、これは町屋の系譜に接続してやろうと、町屋の系譜の中で作りたいというふうに言いましたけど、この場合はそのこういう斜面地にこう箱型のものが、土地に敷地なりにできていく、そのキクラティックな建築のスタイルというものを、建築 の形式というものに学んで、その中で作ろうとしています。まあ、これはちょっと見ていただきました。あまり細かい説明、あ、素晴らしいな、なんこれは見せたいですね。あの、エーゲルすごい見てますね。ここに見こなすことが見えます。それでですね、これがなんとで、風舞い学の展開で窓学ってのやってます。で、窓の振る舞い学、なんでかというと、窓が建物の中では一番いろんな振る舞いを集める場所だから、人の振る舞い、風の振る舞い、熱の光の振る舞い、熱の振る舞い、みんな集まってるんですね。それから道に出れば、道に沿って違う建物なんだけども似たような窓がバーッと連続していくような街がありますね。それはそれを通して、そのまあ振る舞い学がどうで問題にしたい、いろんなものの連関、その自然の要素、それから人の振る舞い、それから都市の中でのその反復とか、そういうものの連関をどういうふうに組み立てていくかということを、組み立てる、それがどういうふうに組み立てられているのかということを、まあ、問題にしようというふうな研究です。栄まで芸工大にいた今野さんはここでメンバーの人です。それで、今までのやつをウィンドウスケープって言って一冊の本になってるんですけど、それは個別の窓のにおけるさまざまな振る舞いについての、まあ、レポートだったんですけど、今もう一個やってるのが、この今度は外に出て道沿いに見ると窓が反復しますので、その窓の反復っていうものをどういうふうに、考えるかということで、やってます。まあ今のところ言ってるのは、その生産の問題と精度の問題と、まあ、系譜ですね。それがもうこう三つどもえになってるんですけど、その真ん中に窓の形態というものは位置づいてで、例えば系譜っていうのをこうあんまり重んじないで、生産という方向とそれから精度っていう方向だけをこう強くすると、日本なんかはあんまり系譜をそんなに重視してないから、どんな形式の窓つけてもいいんですけど、まあそれでも引き違い窓多いですけどね。でもまあ上げ下げ窓もあれば、こうヨーロッパ的な窓もあれば、いろいろありますよね。でそれは生産というのをこう、強くしてあげて、で精度の方はむしろそれを、まあ、防火性とか気密性とかそういうのを高めなさいっていうことを、まあ、精度として作って、まあ、生産をこう助ける、古い窓をこう置き換えていきやすい雰囲気を社会に作るっていうことが、まあ、日本の場合はなされてたけど、ヨーロッパだと一番大事なのは系譜で、この、ま、ここにつくばっき窓は、この建物のこの窓はこの
この系譜じゃなきゃダメっていうのをものすごい強く指導されますね。でその指導が制度になってて、要するに建築基準の確認を通すときに、あの窓の出ているまで検査されてするんですね、まあ、地域によりますけど。でそうするとまあ生産は少しそんなに簡単に作れるわけじゃないので生産量は少し減りますが、まあ、でもあの系譜と制度というものの方が強いのがヨーロッパの方なので、そうすると社会の中で窓っていうのがあのそれをこう守っていくことによって社会的なこう規範っていうものが作られるように、なっていくんですね。つまりむしろあのコミュニティなんていうのをこう強めていく要素として窓っていうものが使えるっていうのがヨーロッパで見てると分かるんですが、まあ、そういうのをこういろいろな国の窓の反復を見ることによって、そして制度とか系譜をどうやってこの、位置づけているのかとか生産をどういう体制にしているのかということを調べることによって今、ちょっと分かりやすく語れるように しています。でその窓の関心から一つあのプロジェクトを作ったんですけど、これあの、パリの集合住宅です。でパリの集合住宅のプロジェクトですが、これは私の計画じゃなくて、これは あるパリの街角どこかのファサードを取ったやつですけど、窓がこう反復してます。このフレンチウィンドウって言うんですけど、この窓の反復がとにかくパリの街並みの素晴らしいところで、建物のデザインもみんな全然違うんだけど、このフレンチウィンドウの反復っていうことに関してはほぼ同じじゃないかと。でこれは近代の集合住宅と違って、あの重工単位っていうのは見えないんですよね。なのでこの窓この例えばあの A さんが何個窓使って住んでるか、 B さんもしかしたらこう2層吹き抜けて2層ぶち抜いて使ってるかもしれないとか、 C さんはもしかしたらこの2つとこのスタジオの窓を使ってるかもしれないとかですね、まあ、いろんなあのこの反復のファサードの背後に実はものすごく多様な、使われ方というのが起こりうるし、実際起こっているところもあります。でその新しい集合住宅を、まあ、作るにあたって、私はぜひこのパリのアパルトメントの系譜の中で系譜に接続してそれの新しい世代を作ろうというふうに思っていますね。場所はあのこのお墓があるところです。バチによる墓地というここにペリフェリックっていう環状、高速道路があって、フォトプッシェっていう非常に人気のないあの、まあ、エリアがあります。ここで、ね、パリ市内で駐車違反すると必ずここに持ってかれるらしいのでみんな大嫌いな場所なんですけど、そこを新しく開発して、でそこにもともと60年代に建てられた、集合住宅があったのでそれを壊して、その個数分をこっちにこのお墓の脇の道のところに作るという計画です。それで7人の建築家が呼ばれて、まあ、そのうち5人がフランスで、1組が日本、1組がスイスですが、それでワークショップやりながらその通りの特徴をどういうふうにしていこうかということでやってたんですけど、まあフランスの建築家たちは若くてみんなオレオレで、俺はこうしたいって言ってみんな結構全然バラバラのものを結局作ってしまいました。で私はですね、まあ、ちょっとそういうのは嫌だなと思ったので、とにかく新しくそのパリのアパルトマン、ね、アパルトマンのこう連続みたいなああいうこう洗練されたものというのは現代には難しいのできないのかということで考えたんですけど、まあ、最終的にはこういうコンパクトな細長い建物と、それによってこうできる隣の敷地との隙間に2手ぐらいの大きさのものを挿入して全部で20個の住宅を作ったんですね。こういうものです。でその全体を統合するのにこのフレンチウィンドウの連続というのが少しずつ揺らいでるんですけど、でさらに、バルコニーをさまざまなサイズと大きなものを考えて、ランダムに配置して、もうどこが一軒の家なのかよくわからないようなそういうものにしました。実際ここにはこのブロックにはこのボリュームには、108窓があって、ここもあるんですけど、18家族が住んでるっていう状態ですが、まあ、外からも1
県が何個窓を持っているのかわかんないですね。実際できたのは、あ、そうですね。このバルコニーのもいろいろなあのサイズがありまして、例えばこういうちっちゃいのはあの多分花ぐらいしか置かないの。でこういうところはあのダイニングテーブル出してきてご飯食べる。まあいろいろなこうサイズによってできることが変わってくるので、ここにあの住んでる人たちの暮らしで外に出せる部分が少しずつ出てきて、まあ垂直のまあ界隈っていうんですか、バーティカルネイバーってことなんですけど、まあ、そういうものがこう作られる。でこう斜めにこう視線がこうそれぞれやり取りできますので、声掛けとかできる。で一階のところはこういうふうに電柱になって、でそこにベンチがありますね。こう玄関向けのベンチ、こういうのも名前を生み出す措置。内部は本当にすごくシンプルなオースマニアンなアパートメントの形式です。それからですね、次はコイスルブタ研究所。これ成田空港もそばに作ったんですけど、あの成田ってすごい千葉ってすげえ面白い地形ですね。こんなような終局した、斜面、こういう緑が残っているところはみんな斜面で、こういう高いところはみんな畑で、こういう低いところは全部田んぼっていう非常にあの明快な、使い分けがなされて、でそこにあのすごい綺麗な農村地帯なんですけど、まあこう県道みたいなのが通ってまして、でここに今はこう行くんですけど、ここに新しくバイパスを作るっていう、あのなんか新しい施設を作ることになりました。そのために作ったわけじゃないんですけど、あのこのこれを作るこの恋する豚研究所っていうのを、まあ、運営している人たちというのは、あの恋する福祉学団という人たちで、あの老人ホームとかデイケアセンターとかそういうものを経営をしています。で、もともと理事長さんは豚の飼育をしていたし、恋する豚っていうすごく美味しいあの豚肉を生産して、で彼らはその、まあ、ケアの仕事も、農業とか畜農も両方地域に根ざしたものだから必ず接点があるということで、どう、まあ、ある時からその2つのビジネスを融合させるような、ものを作り、なんかそういうあの枠組みを作りたいというふうに考えて、それで今あの障害を持った人たちにあの憲法で定めた最低賃金を保障するとっていう約束をすると、そのため の, あの、まあ、仕事働く場所を作ると、その施設を建設する資金を半分ぐらい、助成してもらえるので、それをその枠組みを使って豚肉は今まで精肉はよその業者に出してたんですけど、それをあの自分たちの方でやって、ハムソーセージを作ったり、それから豚しゃぶしゃぶ用の薄い肉をスライスしたりっていうようなことをやる工場で作ろうと。で食肉のそういう加工工場っていうのは衛生問題があるので、部屋がすごくたくさん仕切られてて、一つの部屋に一つの作業なんです。なのであの障害を持った人でもあのストレスなく仕事できるということで、そういうものですね。ただ彼らはそれで作ったハムとかソーセージがあの、障害者の人たちが作ってるからお情けで買ってもらうのは嫌だということで、本当に美味しい、すごくおしゃれなものを作って売りたい。そのためには施設もやっぱりデザインされたものじゃなきゃいけない。それから、そこにあの普段から人が来てご飯食べてくれるような施設になんなきゃいけないということを考えて、で、まあ、それで我々に一緒に考えてくれということで仕事が来ました。でその飯田さんっていう若いその、代表の人がすごくいいことを言ってるんですけど、ケアっていうのは結局その一人一人のもう個性に付き合うしかないので、もう毎日毎日一人一人に対する発見の連続なんだと。その気づきがなければケアの仕事なんか絶対面白くないし楽しめない。
で相手にとってもいいものにはならないで、そういう意味ですごくクリエイティブなケアっていうのは全然クリエイティブな、まあ、ビジネスだと思われてないけど、もうその一人一人の違いに対応して気づいていくっていうことではものすごくクリエイティブな仕事なんだっていうことで、あのデザインとかグラフィック建築のデザインとかグラフィックデザインとかそういうクリエイティブなあのものとしてものと一緒にこのプロジェクトを作りたいということで、まあ、グラフィックデザインも世界のキッチンっていう飲み物なんですね。あれのデザインして福岡さんがやってます。まあ細かい話をちょっと。それでその建物のものがあり方としてどういう風にすべきかっていうので考えたんですね。ですごく美しいあの農村風景の中に新しい施設があって街道沿いに農業サイトで大体この右側がその大体そのパターン、これ近くにある道の駅ですけど、某有名建築が設計したコンクリート地の所というものなんですがここにあの手前にまずですね大きな駐車場が取られてて、で奥のところにこれ分かりやすくていいですよね、車を運転する人が。だけどこれどう見ても今までその 農業をやってる人たちが培ってきた風景を自動車がこう蹂躙していくというか、やっぱりこう食い潰していくみたいに見えてしょうがないので、そうじゃないやり方がないのかということで考えたんですが、これはあのトスカーナ地方のビラっていいまして、まあ荘園に立つ館ですね。でビラ バルバロっていうのはあのパラディオっていう建築が16世紀です。でパラディオっていうのはまずそのこの辺りの、新しく出てきた新興荘園の荘園主が、自分の立派な館が欲しいけど実はあまり買えないんでっていう人に対して、分かった、できるだけ堂々としたものを作ってみせるっていうので、あのすごい面白い形式を編み出したんですよ。あのウィングといってこう翼をこう広げたようなですね、手前にこう半外部のポルティコみたいなものをずっと並べて、でその後ろに本体の建物がちょっといるっていう、そうすると正面がすごく大きく見えて堂々として、でそこに至るこう道とかこう並木みたいな連続でこういう、まあ、土地はいっぱいあるとかねっていうのをこう作ったんですね。こういう形式で、まあ農村にそもそも農村に属しているこのぐらいの規模の建物の形式で今までうまくいってた例はビラしかないな、今度ビラって言うんですけど、じゃあビラに学ぼうということで我々もビラ形式を導入しようと思って、ここにあの長いポルティコがありまして、長い正面を作ってこっち側に新しい道ができるんですが、そこの正面から入るようにここに並木を作るというのを今、まあ、ここのところが今一応まだできてないので、こっちから入る、今はこっちから入るんですけど、まあ、そういうものを考えて、まあ、あたかもこの道が通ったことによって今まで農村に属していた建物がポンとこう目の前に歩きたというふうに見えるようにしたんですね。それで駐車場だから当然こっちには取らないで、こう奥の方に取りまして、でここでご飯食べるのであんま車見えたくないので、こう築山で隠す。でこの築山はここの建物の基礎を作るときに掘った土を持ってます。下がまあこういうふうに工場で、上がレストラン、広場、オフィスというふうな、このオフィスで彼らが運営している他のデイケアセンター、それから老人ホーム、そういうものの管理のこともカバーします。断面パースがこんなことになります。屋根がですね、4つ組み合わさってて、それぞれの違う用途があるんですが、まあ、それぞれに屋根が与えられていて、だけど勾配が近くそれがこう谷沿いでこうつながれたような形になります。でただし周りの杉の林はすごい綺麗なので、腰から上が全部360度を見渡せるように窓ガレージをしています。これが屋根の形ですね。4つの屋根が、寄り添っているのです。これも OK、こう道から見るところが見えてきます。あ、これがその将来的にはこの並木がもっと立派になって、あのビラの正面がちゃんと作れるといいなと思ってます。でここのこういう、まあ、半外部とかいっぱいあるので、あのこういうふうに薪を置いたり、近所の農家の人が野菜持ってきて無人販売をしたりというようなことをしています。で
これはそうだね、駐車場をこうちょっと離れたところに作ったので、まあ、そこからこうすぐ上がって上に行けるようなものになって、でこれがあの広場って言われてるところで、まあ、何にもここはお金を生まないんですけど誰でも入ってきてくれて、まあ、だから近所の人が弁当持ってきてここで食べたりします。でそことこのレストランがつながっていて、でこちら側があのオフィスですね。ここはもう外なんですけど、で周りの森をですね、が荒れてるので、まあ、昔はあの農家の人たちが自分の家を建てるのに水力を植えてたんですけども、今はそういうのを自分たちで切り出さなくなっちゃったから荒れっぱなしなので、彼らがこう時間を見てはあのそういうところを、整理して、それからワークショップなんかやって、巻き割りワークショップとかやって、外からいっぱい人を呼んで、みんなでそういうものをこう逆にシェアしていこうということでして、でそこでできる薪を、まあ、ストーブで炊いて、まあ、ここは外だけど、冬でも温かくいられるようにして、まあ、これからどうなるかちょっと、まだ1年目なので、非常に楽しみですけど。これがレストランルームですね。で、ここでもやっぱり窓を、まあ、窓を非常に私、窓とベンチがこう一体化していて、まあ、日だまりの中に座ってご飯が食べれる、そういう作り。で、その窓はやっぱりいつもすごく綺麗だと、綺麗じゃないと嫌なので、まあ、とにかく飯食うところの窓は綺麗じゃないと嫌ですよね。なので、あのここにあのキャットウォークがずっとありまして、掃除がいつでもできるような体制になっています。これはオフィス部分で、彼らはお昼をここで自分たち作って食べてます。1階の工場部、これがその築山なんかで作った広場ですね。ここは実は調整池で、大雨降るとこう水出しまいますが、まあすぐ水の明けがいいので、芝生は一応埋め付いてます。まあ ここでもですね、あの。彼らがやっぱり目指しているのは、そのまあ、自分たちの仕事は、まあ、その福祉法人なんだけど、やっぱり地域っていうものに全体にこう浸透していくような仕事がしたい、地域のためになるような仕事がしたい、でその思いをですね、にはやっぱり今の現代の暮らしっていうのが非常に断片化して、いる中で、もう一回全体性っていうんですかね、というものを取り戻せないだろうかっていうやっぱ思いがあるんですね。で、それは今までのその、全体っていう、まあ、全体っていうのはね、こう結構難しい言葉で、全体性っていうと非常に拒絶反応を示す人がいるんですけど、全体性っていうのが、の意味がね、やっぱりこう。すごい明確に区別して使ってこなきゃいけないんですけど、部分の総和としての全体という考え方と、いろんな物事の連関している様、その全体っていうのと2つ全体あるんですね。で1つ目のやつは、総和って言いましたから、量で測れる部分と全体の関係、それに対してもう1つ言ってた、後で言ったいろんな物事が連関したその全体っていうのは関係性なんですね。なので質による全体です。で、私はやっぱりとにかく今その全体性っていうのが感じられなくなってきているっていうのは、この関係性の方の全体性がない。で、その部分の総和が全体であるっていう、この全体のと部分の組織の中に、部分としての個というものを入れられるのはみんな非常に嫌がるので、できるだけ部分と全体を切りたがるんですね。なのでバラバラなものになっていく、ますますフラグメントか断片化するわけですけど、そうじゃなくてやっぱり部分同士がやっぱりいろんな物事の連関の中に位置づいているっていう、その実感を得ながら生きていくっていうことが非常に大事だと思うんですね。でそれはあんまりこう量に左右されない、まあ、もちろん量が条件になるときもあるんですが、あまり量に左右されないものだと
で、振る舞いっていうのはまさに量にそうじゃないんですよ。5人でも10人でも100人でもそれぞれもう元々内蔵した振る舞いをどのようにパフォーマンスとして展開するかだけなので、量の問題っていうのはではなく、まずはその関係性の問題というものの方が、重要になってくるというふうに、ちょっともう時間がねないですね、前半終了ということで今日ここまでまだ前半です、後半があります、また呼んでください。どうもありがとうございました。少し時間を取りたいと思いますので、ぜひ質問のある方手を挙げてどんどん聞いてください。マイクを回します。じゃあご質問される方は今日は外部の方も大勢いらっしゃってると思いますので、所属というか、まあ自分の、はい、紹介していただいて、中村さん前そのまんま降りてきてください、はい、お願いしたいと思います。小野田と申します。所属はありません。その昔映像のお仕事をして、この後建築の道に入りまして、これ建築の勉強はしておりませんが、家庭の中はとても辛いものなので、最近ちょっと手が空いたので建築の勉強をもう一度したいと思って、いろいろなところに参加しております。ですからとても皆さんがもう分かっていらっしゃる基本的なことかもしれませんが、ちょっと教えていただきたいと思います。先日 SD レビューの講演をさせていただいたときに、はい、出てた作品がものすごくオープンに開放されているように感じたんですね、はい、人々がコミュニティを求めているという感じはよくわかりますし、道を歩いてて一応建築家の方が建てた戸建て住宅は外に向かって大きく窓が開いているようにも見えるんですけれども、私40、50前の世代なんですが、から見ると無防備にも見えますし、実際の一昔前の世代の人たち の, 入ってき方っていうのはものすごくこう私にとっては暴力的というかなもので、一旦切ってしまいたいと思わせるものだったんですね。振る舞いを共有するっていうのがとても難しいと感じてるんですが、先生は建築の中でそういった人々の考えもある程度制御できるのではないかとおっしゃってたんですが、そのあたりの具体的な寛容さっていうのが、私は結局門を開く受け手の方の寛容さによるところが大きいと思うんですけれども、はい、そうしなくて建築で指しめるものがあるのであればお教えいただきたいと思います。あ、それはもうそういうふうに思ってらっしゃる人にはあまり私は実際進めないんですよ。で、この人は望んでるのと、この人ならできるなっていう人にはそういう機会をより増やせるようにそういう場所場作りをするっていうことで、そこがやっぱり建築をこうすればその今まで臆病だった人もすごく明るくなるとかですね、そういうことはないんですよね。それはですね、昔ビヘビオリズムっていう概念があったんですね。60年代一回ビヘビアっていう概念がすごく着目を浴びた時期があったらしくて、私はまだちょっと詳しく調べきれてないんですけど、なんか振る舞いっていうものをこう調べて、こういうで、むしろその建築の作り方とか都市空間の作り方で振る舞いを完全に制御してしまうとい
というふうに、する動きがというか考え方があって、それは非常にやっぱり批判されたんですよ。それは批判と同時にビヘビアという言葉は非常に使いにくくなったんですって。でアメリカではだからずっとビヘビアという言葉はあんまり使わないで建築議論してきたらしいんですよ。そのことがあったんで、突然日本から変なのが来てビヘビアロジーとか言い始めたんで、みんなちょっと最近びっくりしてますけど、だけど私の話を聞いて、オリズムじゃなくビヘビオリズムじゃなくてビヘビオロロジーってことは、そのそれぞれの子が持っている振る舞いの、素質みたいなものですね、それをそのままこうエンカレッジするっていうか勇気づけてあげるっていうことはするけれども、それをねじ伏せようとかねじ曲げようとかこう変えてやろうとかっていうことはしないということを分かってもらって、あ、それはビヘビオリズムとは違うんだなということで、そうやってビヘビアっていう概念を抽出するのは非常にいいことだというふうに言われたことがありますけど、そこの違いじゃないかと思います。あと一つだけ、ちょっと話が共有するっていうのがすごくおっしゃられてたんですが、私は一人になれる空間っていうのも必要だと思うんですね。昔は自然の中にそういう場を持つことが可能だったと思うんですが、今は家の中もトイレぐらいとか、外は危険な場所だったりとかっていうのがあるんですけど、そういったものを戸建て住宅を取られる場合に、意識して、それはそれも本当にお客さんによってですね、全然いらないっていう人もいるし、欲しい男の城は諦めたけど男の隠れ家は欲しいっていう人がいて作ったりしましたけども、完全に一人になる、彼はそこでオープンギターをかき鳴らして大声で歌うんですよ。そういう場所はやっぱりあっていいと思うんですけど、別に全部は空き広げにしてしまうということを主張しているわけではなくて、そういうことができる、共有できる場所、共有する機会を増やそうということですね。そもそも空間の方ができない、そういうことができないようになっているんだとすると、それはちょっとやっぱり問題じゃないかなというふうに思います。多様性はいっぱいあっていいけれども、もちろんです、その中で一部共有できる部分は共有していこうということで、そうです。それで建築はそれはですね、あと歴史的に考えるっていうのがもう一つ大事で、ですね、自分が建築っていうのはすごくやっぱり古い技術なので、今のような形になったり、あるいはもう一旦ある見事な形式が成立したけれども、もう使われなくなったものもありますね。例えば町屋なんかはもうあんまり使えないんでしょう。だけどそのここに至るまでにやっぱりすごいいろんなこう試行錯誤があって、いろんな知恵がそこにこう蓄えられている。そういうものは共有できるっていうことですね。そういうものは共有しよう。その共有なのであって、必ずしも建築あなたと私が振る舞いを共有しなければならないっていうふうに私は言ってたんじゃなくて、ちょっといろんな例を、この後パブリックスペースの例が出てくるんですけど、今日はそこまで行きませんでしたけど、パブリックスペースのデザインでどういうふうにじゃあその振る舞いっていう考え方が使えるかっていうことをお見せしたかったんですけど、そっちの方は家の問題じゃないので、もう少し分かっていただける例がいっぱい出てきたかもしれないんですが、ちょっと家とか建物のところで止まったのであれだったかもしれないですね。その振る舞いで共有するって言ってるのがちょっとどういう意味なのかって分かんないですね。確かに。だけど家の方ではもう一つ言ってた、その歴史的な意味培われてきた建築の知恵みたいな、それは全員
に共有可能なので、そこで作れる、そこをもっとこう伸ばしていった方が建築というものが人々の間をつなぐ役割ができるんじゃないかということを、まあ、今はしていました。ありがとうございます。はい、その他の方でも、どしどし。神戸芸術工科大学3回生の土井瑞希と申します。今日は貴重なお話ありがとうございました。で、今日の話っていうのは僕が普段考えていることとすごく近くて、すごく参考になったんでありました。で、それを踏まえてなんですけど、学生っていうのはそういうことを結構本能的に感じ取れてしまう人種なんじゃないかなと思っていて、で、僕もその一人なんですけどでもそういうことを感じ取れてしまうからこそ、学生っていうのはその次の変化っていうのをどんどん見ておかないといけないんじゃないかなと思ってるんですけど、塚本さんはその先の変化みたいなものを予測するときにどういうことを参考にするというか、何を見て予想しようとしていますか？君はその振る舞いはもう一つのトレンドであって、もうそんなの学生でも分かってるよと。いや、そういうつもりじゃないですよ。次が来るんじゃないのと。だったら次どうやって予測するのという質問ですか？まあ、振る舞いがトレンドって言われちゃって、ある程度理論化されてきて、こういうふうに発表する場があってきたっていう状況になってくると、今自分が学生っていう年齢じゃないですか。で、どんどん年取っていった時に自分が何かするってなった時は、もう振る舞いがトレンドになってて違う、そんなことないですか？振る舞いはトレンドではない、俺はもう歴史を再導入するすごい大事な概念なので、そういうチャラチャラしたトレンドとは関係ない。なんでかっていうと、まあデザインとかさ、まあ、ミラノサロンとかさ、あるじゃない、ああいうのね。で、もうすごいその日進月、もう日々その差異をこう作り出すことが、もうそれがその商品を作り出すって大事だから、どんどん新しい才能が出てきて、もうびっくりするのが広いです。それはそれで面白いけど、私のこの振る舞い学とか寄付学で言ってるのの関心は、どっちかというと民族博物館型なんです。民泊だからミラノサローネに行くんじゃなくて、大阪 の民泊に行くような人が多分支持してくれると思うんでね。なので、文化人類学とか民族学とか、そういう方に建築のデザインというのをぐっと寄せると。要するにその資本の、まあ、ゲームみたいな、ああい こうデザイン業界、まあ、あれも大事なんですけど、そういうのじゃなくて、もうちょっとその文化人類学とか民族学とか、そういうものに建築のデザインというものがなっていると。要するに、いや、もうすでに なりつつあると思うんですよ。現状デザインするってことは、かなり文化人類学的な行為であるというふうにも言えるんじゃないかと思うんですけど、なんでかというと、自分たちは今どこにいて何をしているかよくわからないじゃない。で、その疑問は2階の地に西洋人が例えば入って、最初の頃の文化人類学って、この人たちはなんでこんなことしてんだろうっていうのとあんまり変わらないと思うんですよ。で、そこにそれを支えるいろんな道具があり、面白い形をした建物があり、それの配置があって、でも調べていくと、それに実に洗練された意味があるってことが分かってくる。なんかそのプロセスは、まあ、それに似たようなことを、なんか今の時代に現代の建築デザインとか、まあ、プラントデザインなんかも、インダストリアデザインもそれできると思うんですけど、なんかそういう現代を文化人類学すぎみたいなところがあると思うんですよ、ね、そういうものとして見ているので、トレンドじゃないですすいませんいやいやありがとうございました、はい、環境建築で大学教員の花田です。花田と申します。
とても面白いレクチャーありがとうございました。塚本さんらしくて言葉が非常に分かりやすくて大きなアイデアを上手日本語にこう、で表現していくっていうそういうスタイルがとてもよく伝わってきたんですね。ちょっとその経風学っていうことと振る舞いっていう、キーワードが出たわけだけど、例えば振る舞いの方がさっきまさにビヘビアっていう単語が出ましたけど、外人はビヘビアっていう英語だと多分誤解してるんじゃないかなと思いながら聞いていて、つまり日本語だと振る舞いっていう単語がありますけど、もうちょっとその具体的な中身を説明しようとすると、例えば無理やり言えば慣習的な行動とかですね、反復性のある行動っていうふうに言えば英語で初めて通じると思うんですよ。で、経風学の方も例えば今西郷の恋するなんかで言うと、パラディオというかミラの歴史へつながる経風学だと言えばそうなんだけど、パラディオのあるミラの形式を引用したといえば、それで通じちゃうわけですよね。あえて経風って言わなくても。で、そうするとね、例えばその引用という言葉でいけちゃう。スタイルの引用じゃないとおっしゃったけど、ビルディングタイプの引用だといえば引用という言葉でいけてしまうし、振る舞いっていう方も行動っていう言葉で、慣習的行動って言えばいけちゃうわけですね。つまり旧来の言葉を合成すると説明ができていて、でも塚本さんが作られた作品の恋するなんとかはやっぱりそれだけでは説明できないものがある。肝心なところは実はさっき説明されてなくて、そのデザインのボキャブラリーとか、テイストとかですね、そっちの方がむしろ何か大きなことを決定していて、系譜とか振る舞いっていう言葉は非常に伝わってはくるんですけど、本当のところは説明しきれてないようなね、ちょっとすみません、普通の言葉を足せば置き換えられてしまう言葉なんで、なんてことはちょっと感じたんですけど、いかがでしょうか。はい、でも引用っていうのがやっぱり、私がこう、他の言い方ありますね。例えばビラの、翻訳をしたとか、現代的な翻訳をしたとか、トランスレーションという、こういうそういう言い方でもいいのかもしれないし、あとはそうですね、確かにおっしゃるのは分かるんですけど、ただ私は系譜っていう言い方と、その振る舞いっていう言い方はを言った方が自分でもどこに行くか分からないところがあって、ちょっと好きなんですよ。なんか慣習的な行動、反復的な行動っていうと、それは自然の要素に使えなくなる。風の反復的習慣的行動とは言わないので、習慣的行動っていうとやっぱり人間中心になっちゃうんですよ。で、振る舞いが私はすごいいいなと思ってるのは、ランダムにいろいろ起こる、いろんなことが起こるうちのいくつかはそうなるっていう、なんていうんですか、偶遇性とかいう、よくわかんないです。確か。だからそういうものをこう説明するときに、振る舞いっていうのが使われて、で、要するに1対1の結論ではないんですけど、こうな A であれば B であるっていう、必ずしもこう1対1ではなくて、A であるときに B であることが多いとかっていう、そういうこうあれでもあるんですよ。で、そういうときに物理学なんかでも振る舞いっていう。いろんな分野で振る舞いっていう言葉が実はその
出てくるんですけど、で私はその建築の中でそのあえてその自然の振る舞いと人の振る舞いとそれから建物の振る舞いって言ってましたね。あ、それにもう一つ都市空間のことまでいくと、まあ、あのフラックスというか流れみたいなものがあると思うんですけど、それがやっぱりシンクロするある物理的なあの実体の中に統合されるときがある。これは建築のすごい面白さだと思っていて、いろんな振る舞いをこうつないで連関させて、一つにする。で、それが振る舞いっていうことでこうあらかじめ、人も自然もそれから、建物も通しで言えるので、その統合っていうものをイメージしやすいと思うんですよね。でそれを例えば自然の摂理に従った、熱や光の動きと、それから習慣に基づいた人々の反復する行動、それから建物の、有形学というふうに例えば言った場合、これも全然別々のものに聞こえてしまって、何かこう統合するこう気力が失われるんじゃないかと思うんですけど、それをやっぱり振る舞いでズバッと入れるっていうのがやっぱり魅力だなとちょっと思ったんですね。なのでちょっと多めに見ていただきたいと思ってます。それで系譜の話は振る舞い用の話をこうしていくうちに、建物の振る舞いっていうのを特に言うときに、その長い尺度を思い出しなきゃいけないときに、でもその中でこうでもこう変化しているっていうことをどういうふうに言うか、で変化しているんだけども、変化っていうことがじゃあなぜ見えるのかっていうと、それは系譜がそこに流れているであって、例えば系譜っていうものを敷かないと、さっき町屋の系譜っていうのを敷くことによって、まあ、金沢に今建っている建物はこう並べることができるんだけど、だけどそれをなその町屋っていう系譜を導入しないと、まあ、やっぱり第一世代だけが見るべき町屋であって、あとはもうゴミであって、ここから最近建てられたやつはその辺に東京とかに建ってるビルと変わらないっていう、そういう目で見える、そういうふうにも言えちゃうんですけど、それだとやっぱり面白くないんですよね。何にも面白くないっていうか、その創作意欲がわからないっていうかっていうところがあって、やっぱりそういう建物が示す時間の中での変化っていうものに対して一つ、なんていうんですかね、こう取りこうフックをなんていうか取っ手をつけてこっちにグッと引き寄せるために系譜っていうのがなんかいいんじゃないかなと思います。というのは日本の都市の特徴っていうものをこう説明するのは非常に難しくて、建物のこう立ちこの更新っていう部分はやっぱりその重要な性質として位置づけないと、東京っていうのの日本の都市の特徴っていうのは言えないなと思っていて、でそれはヨーロッパ的な特に旧市街なんかを持っている街なんかと比べると、でそれのそのそこで一旦達成された価値を、まあ、現代も受け継いで守っていこうというふうにして社会になるかというところと違うことをやろうとした場合に、この更新されていくっていう性質をどうやって価値としてこう位置づけるかっていうことが重要になってくると思うんですけど、その時に建物はどんどん建て替わりますって言ってたらあんましこう意味がないんじゃないかと思っていて、でそれをやっぱり系譜の中での変化だっていうふうに言うことによって、初めてその建築的にも都市の問題をこう語れるようになるというふうに思ってますね。なのでそれもやっぱり私は系譜の方がいい。あと歴史っていうのはやっぱり苦手な人いると思うんですよ、若い人で歴史的な想像力っていうのがその設計なんかでこう、 うまく使えないと思うんですけど、それはやっぱり今と過去っていうのがつなが
る感覚がないから、今は過去が作ってきた条件、歴史的に作られた構成された条件の中で自分が生きてるんだっていう感覚があれば、まあ、そこは連続して、だんだん来るんですけど、まあ、それによって、まあ、昔にこう成立したものからももっと自由に学べるようになると思うんだけども、それはやっぱり、今まで例えばその学校で習う歴史っていうのがやっぱり通史なので、極めて遠いものに思えてしまうんですけど、やっぱり系譜学っていうふうなものにこう置き換えてものを全部見ていくと、古いものも新しいものもみんな当館に利用可能だし、そこには必ず知性が、何でも知性が宿っているものならば現代のものとして見れるわけで、そういうふうに見るためにはやっぱり系譜学っていう一つシフトが必要じゃないかなというふうに思っています。すいません、長くなりました。ありがとうございました。その2つのことを別に何も批判しているつもりはなくて、非常に面白いものをこうグラスプする、掴み取るいいキーワードだと思います。僕、やっぱりアトリエワールドの設計されている建物のもう一つのポイントは、まあ、こんな言い方がいいかと思いませんが、ある種の可愛らしさとか、突然アーチを使ったり、シャンデリアも、ああいうものを解禁した、タブーを破ったとか、やっぱり建築の部分があると思うので、そのことを決してあんまお話にならない、やっぱある種東工大的キャプラリーのことで、坂本先生はそっちを話されたけど、お弟子さんはむしろ大きい話をされてるということにすごく興味があったので、ちょっとお伺いしました。失礼しました。その他にいかがでしょうか。いい機会だと思いますので、ちょっと時間は7時過ぎてますと、もうお一方、二方ぐらい。何でもいいです。はい。後ろなんで。すみません。神戸で設計事務所をやっている石川と申します。はい。神戸理工大にも非常勤講師で来ておりますので、それでは先ほどの浜先生の可愛らしさの話からちょっと引き続き質問させていただきたいんですけれども、スプリットマチアで、切り妻の、妻入りの、ヤネットがセレクトされてますけれども、まあ、どちらかというとマチアっていうのは平井みたいな、系譜があると思うんですけど、そこでこう、切り妻にすると、若干こうなんかヤネットが、アイコンになってしまわないかということが一つ、それとその他者を、入るといいんじゃないかみたいな、でもこれからの第4世代の、その他者っていうのが、自然とかそういうことであるのか、もうちょっと、人物で、人間であるのかということをちょっとお聞きしたい。スピリットマチアの切り妻について言うと、あれは北側車線がまず半分がかかってて、でどうしようもなく格好が悪いんですよね。その隣に黒い建物があるんですけど、その建物はもうもろにそれを見せてるんですけど、それで、こういう形木造で作るのはすごい面倒くさいじゃないですか。こういう形木造で作るのね、ここに柱立てるのか立てないのか、それだったら、こっちも下げて、反対側も下げて、こう、上り張りを、で、こう、お互いに持ち上げて、胸柱があまり、たくさん入ってなくて、結構飛ばしてるんですよ。なので、この上り張りで、こう、みんなで胴上げ状態の、でこう胸着を胴上げしたような、それを、その方が解決しやすかったっていうのがあって、その方が形もいいし、そうです。で、それで、そのね、アイコンみたいなのがすごい嫌なので、ひさし、屋根、アスファルトシングルでできてるんですけど、そこの延
地をものすごいこう立ててですね、どうだろう、エッジが効いてますけど、はい、この今言ったのはこの建物を、あ、古いです、あ、見えるか、あ、見えない、あ、ほら、この黒い建物は見にくいけど、こう、こっち切って、こっち平らになってますよね。で、これはもう、あのこういう。で、これもあの同じように、あのこっち、斜線なんですよ。で、家型になるの嫌だから、あの、アイコンっぽく見えるの嫌なんで、ここはやっぱりすごく薄い日差しを、ここだけ鉄板使ってますけど、減らして、処理してます。他社、はい、は、あの人はもちろんですけど、あの動物でもいいし、あのやっぱり、まあ、風とか光とかじゃないですね。やっぱり他社はやっぱりそうやって、あの生き物の、あのポニーガーデンとか、あるんですけど、そういうのは馬と一緒に住むためにっていうので考えます。すみません、続きで質問させていただきますけど、その第三世代の、まあ、家が、まあ、別に隣の家でいいんですけど、あの肩流れで、キャラして着られてますよね。うん、それを、ある種の第三期世代の系譜を俺は引き継ぐんだっていうふうにはならないものなのかなと。いや、僕もあの多分そうはならないと、自分で やる場合そうはならないと思うんですけども、ぜひその北川社数で受けられたもの、ボリュームっていうのが、どうも忌避されるというか避けられたいというのは、それが、その文化的行動というよりは法によ規制によってできている形だからってことですか。いや、あの昔ガイハウスっていうのを設計したときはもう本当に車線制限のままの形ですよ。これはもうその通りに作って、でっかい屋根作って、建蔽率いっぱいに建てられるだけの箱をその下に作るっていうあのものだったんで、別にあのその法で決まる線が嫌だとか形が嫌だとかっていうことはないんですけど、あの小さい建物はあの堂々としてないともうダメなんですよ。やっぱりあのすごい小さい建物なので、これは私はやっぱりあのなんか小さい建物ほどこうものすごくオーセンティックな価値にあの主張すべきだと思ってて、あのだから屋根は一応閉めて、一生懸命立ってるっていう風になるじゃないですか。そうするとその方がまあこう言ってはなんだけど可愛いんですよ。小さいやつが偉そうにしてるのは可愛いでしょ。ね、まあ、だから それですよ。これはでかかったらなんか嫌なやつなんだけど、そういうところもあります。まあ、ちっちゃい子がほら清掃してると可愛いじゃないですか。もうそれ、まあ、小さい子はみんな可愛いですけどね。結構ありがとうございます。いかがですか、もう一方ぐらいよろしいですか。なんか若い女性、若い女性のリクエストが失敗ありました。まあいいや、いいですか。まあ、最初に申しましたように、ちょっとこの後ね、30分ぐらい、ちょっと、鈴木先生、質問じゃないですか。宣伝ですかね。どうもありがとうございました、佐藤先生。僕は、ちょっとここで共演してます、鈴木です。佐藤先生と同じ先生を
共有してるんで、僕が何か質問すると主流馬に乗る感じなんで、すごく黙ってます。それでですね、ちょっと宣伝します。明日の朝ですね、6時にピートに集合して、塚本先生と一緒に公安部を走ろうという企画があります。それで、今日の塚本先生が、簡単に言ってしまうと、塚本先生というのはこうものすごく神経が鋭敏というか、いろんなことをビシビシと感じる、僕は今日そういうふうにお話を聞きました。建築家とはなんとなくこう殻を作ってしまって、さっきの花野先生の僕もちょっとあれに割って入りたかったんですけど、やっぱり花野先生こうまとめるなっていう感じがします。でやっぱりそれに対する反発というのが多分塚本先生はあるんじゃないかと、花田先生は分かった上で言ってると思うんですけど、ちょうど今日昨日木田先生が来てですね、来ていただいてお話をいただいたんですけども、やっぱり木田先生もある種こう、自分を開くような形で建築を考えていただきたいというようなことを話されたんじゃないかなと思うんですが、今日の話もそういうことだったんじゃないかと思います、それで戻りますけれども、明日朝キートに集まって走ろうというのは、今神戸は公安部が、普通の言葉で言うと再開発しようとしているので、それで、神戸市もお役所ですから当然、こうインフラストラクチャーというか、硬いものを作ってこれからこういうふうにしましょうという青写真を書いているんですけれども、いざ、この神戸に住んでいる人、我々、建築家の人も、家に帰れば風呂に入るわけなので人間になるわけなんですけれども、そこでどうやってこれからその公安部が新しくなって使っていこうっていうアイデアというのはなかなか言葉にしづらいんですね。非常にやっぱり言葉に しづらい部分、今日の、塚本先生のビヘイビオロロジーっていうのはやっぱり言葉にならない部分を感じようとか、考えようということだと思うんですけど、それをやりたいということで朝6時に、キートで来てください。待ってます。どうぞ。すぐ、はい、ではこれ以上の質問がある方は明日の朝の6時に、でもその前にちょっと、というわけで今日塚本先生神戸にお泊まりですので、もう少しちょっと30分ぐらい場所を移して、お話しする機会を設けたいと思いますので、学会区の方はこの建物を出て、中庭のちょうど反対側です。入り口の壁が黄色いところが建築家、環境建築で大学科の、校舎というかスタジオなので、そこの1階に集まりください。最初に学内の人で